お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのラバエレジャイバルーンデッキやっていきたいと思います。そろそろこいつふざけやがったなと皆さん思ったと思うんですけど、これね意外と強くて全然信じないと思うんですけど、ちょっとね履歴見てほしいんですけど、これなんか使ってる人がいたんですよ。そう、これねこのデッキを使ってる人がいて、まさかのね、で、まあ、勝ったんですけど、なんかギリギリだったんですよ。そうで、ちょっと強いんじゃねって思ったら、なんかめちゃくちゃ勝った時があって、もう7200リーチまで行ったんですよ。そうで、まあその後まあめちゃくちゃ負けてね落ちちゃったんですけども、なんかまあなんか全てに勝てる可能性があって、全てにまあ負ける可能性もあるみたいな、なんかそんな感じのデッキなんですよ。はい、まあそんなわけでちょっとねやってみようかなと思います。で、僕とね対戦した海外のめちゃくちゃ有名な、まあ、ベール選手っていうね海外のプロ選手がいるんですけど、その方もちょっと僕のって言ったら違うんですけど、このデッキをパクってマルチ行ってたんですよ。ああ、もうデッキ変えてますね。しかも、このトロタイで勝ってたんですよね。勝って世界24位ぐらいかな、行ってたんで、ちょっとね、僕もこのデッキね、ちょっとおもろいんですよ。そう、ハマってるので、ちょっと皆さんにね、ご紹介したいなと思います。いやー、これね、なんか、まあ、ラバー、バルーン、エレジャイ、攻め方が無限なんですよ。あかん坊やさん、よろしく。まあ、だから、まあ、ラバルで攻めるパターンと、ラバエレジャイで攻めるパターン、エレジャイで攻めるパターン、エレジャイバルーンで攻めるパターン。まあ、あとは、こう、ラバ出した逆サイにね、バルーンとか、逆サイにエレジャイとか、なんかもうすごいね、攻め方が豊富で豊富なの。豊富すぎるの。そう、だから、まあ、なんかね、こういうインドラとかインフェルノとかもきついんですけど、なんかそういうのも、こう、なんて言うんですか、エレジャイで竹を取ってラバを延命してみたいな、とかこうね、いろんな戦い方ができるんで、すごいね、いいんですけど、さ、今回神器デッキか、ちょっとやだなマジアチャーがね、僕からしたら、ちょっとめんどくさいですね。で、ここはちょっと守れないから、守らないで行っていい説あるっすね。これ、もう許容というか、もう無視というか、ね、これでもうエリジェイダックネ組んで、まあ、インド来たら速攻取るねぐらいかな。まあ、あとはもう守れないので、よいしょ、そこビリビリが、そう、ビリビリが、よいしょ、いいね。で、まあ、三角ぐらいいる？いや、これいらんかな？いや、うおー、入るんかい！まあね、これ多分ファイボ防衛綺麗にされそうな顔してますけど、まあまあまあ、意外と、しかもこれさ、なんならさ、真ん中スケルトン部隊とか、これ結構強い戦術をね、いや、いや、なんならバルーンでよかったかもしれないですね。いやいやいや、でも意外とダメージ取ったっすよ。さ、11です、11。なんかまあこんな感じで、結構ね、防衛雑魚なんですよ、このデッキ。まあ、防衛雑魚なので、ちょっと攻めをね、意識して、そうですね、これまた同じ。多分ね、今さっきあったこと、多分もう一回僕起こせるんですけど、てか起こすんですけど、そうですね。もう攻めはね、雑魚なので、防衛か。防衛は雑魚なので、攻めます。相手のマジアチうまいっすね、あれ。で、これインドとかなんか冴えてくんねえのか。いや、このラバーマジで世界一下手だな。このラバー多分世界一下手で、まあ、インドラ来るかな。インドを使ってくんねえな。まあ、でもコウモリがいるから。そうそうそう。いや、全然。まあ、でもバルーンに竹をラムが取るか。いや、ファイボで。守られる。いや、でも一発届いた。でかい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 。さあ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 、耐えろ。三角出して。いや、まあ、耐えろって言われても、耐えれない。待って、うまい。そのマジでエロい。いや、耐えれる。気合で、OK、エレジャイブッパー。で、これラム使ったでしょ。いや、これ耐えなくていいんですよ。てか、耐えれないんですよ。耐えれないから、来た。これね、もう相手も笑うしかない。本当にさ、グッドゲームというわけで、まあ、基本的に、サンクラにならなくても、まあ、2-1というか、1個守るの結構無理っす。
はい。守るの結構無理なので、あんな感じで守らずに、ちょっとこう、形を作るのを意識してみたいな感じですね。ほんで、だからもう当たり前に2-1、3-1、3-2とかで、まあ、勝つようなデッキなんですけど、でもこの、結構マルチ上位、本当に2桁とか、その辺でね、こう安定して勝つことはちょっと無理かもしれないんですけど、戦える時点で、まずそのデッキとしては成り立ってるので、ね。そう、全然この2桁上位とか、あんまね、いけないじゃないですか。僕もこう、今シーズンちょっと結構頑張ってて、まあなんか、行ったり落ちたりとかしてるんですけども、なんかね、まあ、GHO オールブレイカー使って、今季僕めちゃくちゃ使っててね、もうめっちゃ集中して頑張ってんのに、全然トロ上がんねえじゃんとか、思っててっすよ。このデッキ拾って使ってみて、4連勝、7-2 リーチ。そんなことありますか？ね、どんだけやったと思ってんのっていう。いやーね、もう嫌になりますよ。こんなデッキで勝って。ちょ、マジで皆さんも、いや、そんなデッキ、無理に決まっとるやんとか、弱いに決まっとるやんってなると思うんですけども、その固定概念というか、そういった概念を捨ててですね、使ってみると、勝てるかもしれません。このデッキのせいで負けたとか言うても僕知らないんでね、別に。可能性としてはね、ありますけどさ、ロケホは嫌だな。このデッキ、ロケット方式世界一きついっすよ。あえて勝手にスケとか使ってくれてるのばっかありがてえな。これ相手高回転のロイジャイっすね。で、クエイクだったと思うんすよ。だからこれもうバルーン止まんないっすね、相手。終わったっすよ、もう。オッケーオッケーオッケー。で、これロケホ来んのかな？いや、いい。え、待って。相手これさ、めっちゃもう捨ててきて、もう攻めてあげて。いい。え、これさ、マジで勝ったかい？カレー、ワンパン、来た。そんなことある？これ、やばいっすよね。まあ、だ相手からしたら、あ、ラバルか、みたいな。まあ、そんな感じだと思うんですけど、ね、はみたいな。何それ、金もって思ってますよ。あ、キャッ。7-1-2-4。やばいんですよね。ね。意味わかんなくないですか。本当に。ね。いや、これ、だからまあ、クラロは面白いみたいなとこありますけど、いや、でけえな。なんかね、まあ、マジックアーチャーとか、まあ、ロケット方式とか今見たら、まあ、スペルがね、僕、トルネしかないので、こう、後ろに引きこもられるユニットが嫌なんですよね。まあ、こう、プリンセスとか、そういうのが嫌なんですけども、まあ、なんかトルネがあるので、なんかエレジャイ、トルネで全部やるとか、まあなんかほんとそんな感じですね。気合で気合で頑張るだけですね。さあ今回言ったら、マジやっちゃオールブレイカーですね。まあ、これも、まあ、ロケット方式がいきそうだけどな。やる、うわ、待って、いや、やり込むか。いや、これ延命すればよかったな。ちょっとミスったっすね。いや、これでもバルーン追加してさ、これボム取るね、してくる。いやー、これなんかワンチャンさ、パピーがめっちゃ残ってさ、相手これ取るね。いや、バルーン、いや、キング吸うか。いやー、ちょっと良くなかったっすね。結果良くなかった。いやー、なんか下手くそなバルーン飛ばしちまったな。でも今ボム使ったから、端前エレジャイっていうのはありだと思うんですよ。そう、でも多分ナイトでもう一個でボム？あ、回ったか。はい。まあこんな感じで、相手がね、ボム回んない、できるだけ前半にね、勝負を決めたかった。後半に入ったら、マジアチャゲーされちゃうんでね。やりゴブ来たらラバ受け。これスキャミでいっか。打っとこないでしょ。オッケー。これに打っときたら、まあ天才って呼ぶつわ。いや、まあ、全然あるっす。オッケー。さあ、まあ、ラバ削りもね、できるので、多分、ここはね、折れると思うんだけどな。あとはロケ砲強いですね、今回。そう、ロケ砲が強い。いや、これトルネで金起動してもよかったけど、する必要がないかなっていう。これ3が5。いや、これ3が5絶対強いな。3が5つけて、またボム、いや、使ったら、エレジャイね。エレジャイ来てえな。いや、でもこれトルネでいいんじゃん？いや、トルネ。いやー、これエレジャイでしたね、絶対。
いやでも止まんない、もしかして。もういい、もう一発、え、来た来た来た、待って、ワンチャンある、マジで。まし、かもこれ、いやー、いやこれさ、守、いや守る、いや守る、いや守れ、待って待って、うわ待って、下手くそした、うわ待って、俺たまにするんすよ、マジで世界一下手くそしたっすよ今、バカだな俺、マジ極まれ、いや俺たまにマジでこういうね、頭おかしいことするんすよ本当に。さすがに怒っていいよみんな、今のは今のは怒っていいな。いやこれ今の戦犯だ、いやこれマジでワンチャン勝てたぞ。いやでも、いやでも、でもなんか意外といけそうなのかな、ボム嫌だよな。うん、いやー取るね、いやあの低めマジでちゃやべえな、引っ張っちゃう、いやいい、いや待って、いやーくそ、ごめんなさいマジで、あの下手くそ、下手くそ取るねえの、あれあれマジでやった、あれなければさ世界変わってくないですか、本当に冗談抜きでさ、あったっすよね。あれさえなければ。あれさえなければマジだったな。スナイト？うん。いや、まだあるか。いや、エレシャイ、なんかボムが、ボム嫌なんですよ、ね。いや、ボム使って、バルーン。いや、ワンチャンあるな。待って、マジでワンチャンある。いや、ロケボン、三角邪魔。ウォールブレイカー来ないで。いや、ディガーか。いや、めっちゃいい位置のディガー。待って。いやー、防衛がうめえな。いや、くっそ、マジか。まあ、さすがに。いや、でも、惜しかったっすね。これ、エルシオープ、海外の、そのノバ、まあ、中国の麦って言ってるんですけど、まあ、バカうまい人と当たって負けたんですよ。これ、そう、全く同じで。でも、なんか勝てそうだな、みたいな。で、そん時よりも、勝てそうだったんですよ。僕の、右側の、あれ、いやー、マジで、絶対、ラバ、エレジャイで、追加のバルーンで多分いけるんですよ。で、その時も 2-1 で負けたんですよね。いや、悔しいな。後半、いやー、完璧すぎたな。あの、ダッセイトルネスよ。恥ずかしい。待って、恥ずかしすぎる。なんであんなことしたんや。いやー、マジで、本当にあるのよ、このデッキ。可能性しかない。なんか普通のデッキはね、ボムタワーやっぱ一つしか入ってないんで、まあ、普通か。普通なんですよ。それ、お、経験来た。よろしく。一つしかないから、まあ、ラバルにボム使ったらエレジアイ止まんないし、みたいな理論がね、あるんですよ。さあ、経験さん来たぞ、みんな。経験さん。ふぃー、俺の、このデッキに、負けるんだぞ、君は。さあ、いやー、いいぞ。いや、マジアチオールブレイカーだ。リベンジだ、リベンジ。いや、マジで、マジアチャが、マジアチャ吐きそうだな、あれ。うん。まあ、ダクネぐらい追加しちゃってね。いや、ナイトフタ早そうだな。まあ、そりゃ早いよな。いや、でもこれを取るねか。お、ボム使った。いや、でもバルーン単体良くねえか。いや、バルーン単体良くなっそうだな。いや、いい防衛だ。あ、でもこれエレジャイ？いや、これめっちゃいい。これもう無視して、しかもマジアチャも処理してんの。これさ、止まんなくね？これもう、ほらほら、え？待って待って。めっちゃいい、めっちゃいい。で、ボム？え？待って。お、ミスってるミスってる。待って、しかも今トレンド使った。え？来たくないこれ。ちょっと待って。待って待って待って、来た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 。まあ、KK も今エレジャイをね、ボムで守れないってなって、ウッドトルネでワンチャンって多分思ったんですよね。そう。多分、試しウッドトルネだと思いますね。あ、キャッ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 キャ。いや、これはね、KK 選手の弱点見つけました、皆さん。ラバエレジャイです。これ。こっからだってマジアチオールブレイカーで勝てないやな。いや、さすがに諦めたかな。ね。いや、これは無理っすよね。これは無理だ。これはもう無理だな。いや、まあ、そう考
たら相性は良さそうだけどな。まあネタがバレたら終わるっすね。種が。そう、相手にこいつエレジェも持ってるよって言われたら、さっきのもエレジェ、あのあれか、使われないですし、ボムタワーね。一度だけは強いですよ。次でも使ったら多分ね、あのボコボコにされるだろう。そうね、経験もなんかもう昨日とかね、世界一行ってて、そう爆強いんですよね。いや、やべえ、やばいっすね。ちょっともう一戦、もう一戦ぐらいいっちゃうか。いや、今ね、いいっすね。なんか、いいっすね。でも、マジアチオールブレイカー、結構当たりますね。そう。まあ、すごい流行って、まあ、流行ってて、なんかでもね、結構勝てないの。マジアチオールブレイカーも、この、なんか、ラバーエレジャイと一緒にしたらダメだと思うんだけど、もうなんか、すべてに勝てる可能性があるんですよ。そう。なんかもうラバとかスパーキンはバカきついんですけど、一応ゼロではなくて、そう、勝てる可能性があるみたいな。これも同じで、まあ、全てに負ける可能性があって、全てに勝てる可能性があるんですよね。さあ、今回の相手は、これあの、ゴレなんですよ。ゴレで、僕あの、マジアチャオールブレイカーでいつももうボコボコにしとんですよ。いつもボコボコにしてて、もうね、お前マジアチャオールブレイカーふざけんなホレイがね、来ましたね。なので、逆にでも俺ラバってバレたら負けちゃうかもしれないんですけど、いっちゃいます。僕はもう、ああ、だってよくねかったか。エレジェイだったか。なんで俺ラバ出したんや。もうさてはやばい。これどうする？もうラバエレジェイで攻めます？もしかして。ダクネだし。ダクネだしっていう。これやばいかな。これなんか、チンパンすぎ？コウモリさ、これ消えてくんね？もしかして。いや、でもトルネで消えるか。オッケーオッケーオッケー。トルネで消えて、いいね。いいね。エレジャイ、エレジャイ。オッケーオッケー。いや、いい、いい。で、これ、ちょっと後ろ。あ、待って、コウモリ残ってやがる。バカバカバカ。コウモリ。いや、エレジャイタゲー。いや、いいよ、いいよ。いや、耐えれねえか、これ。いや、耐えたら熱い。いや、耐えれそう。いや、ベビドラ一体ずつ。まあまあまあ。いや、耐えれる。いや、耐えた、耐えた。耐えただけまし。相手トルネ使ってないですよね。いや、これさ、バルーン行くべきだと思いますか？これ。逆サイだった？もしかして。もしかしてだけど、みたいな。もしかしてだけど、これって逆サイ攻めが正解だった。まあ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 。いや、スキャミ使わない方がよかったかな。まあ、相手多分勝ったと思ってますよね、これも。いや、まあ、ダクネからのエレジアイフタで、今回ぐらいは耐えられそうっすね。まあ、ライトニングあんのかな？まあ、さすがにあるか。まあ、ロケアもあるし、今回ぐらいは耐えれそう。よし。ロケホ大事っすね。ロケホ大事に。で、これまあ、うわ、うまい！さすがに。まあ、さすがにゴレ使いなだけあるっすね。オッケーオッケー。まあまあまあ。で、取るね。いやー、うめえな。もうワンテンポ遅らせよかった。これバルーン行った方がいいな。取るね使ったし。いやー、マジか。いやー、待って、負けそう。うわー、負けそう。めっちゃいい許容しかも。うわー、マジか。やばいやばいやばい。いや、俺ロケ砲だけはマジいる。いやー、これは、終わったくせーマジかよ、マジかよ。やめてくれ。やめてくれ。いや、神。神対しそう。攻めとるねだけやめて。いや、これライト圏内か。あ、マジかー、くっそ、左のさ、あれ、トルネーの体。うわぁ、トルネー来るの分かってたんですけどね。来るの分かってってたなら、なんかもうちょっとあったっすね。いや、やったっすね。ダクネとか出しちゃえばよかった。いや、悔しいな。まあ、みたいな感じで、すべてに勝てそうなんですよ。すべてに勝てそうだし、すべてに負けます。このね、ラバエレジャイ。まあ、拾ったデッキなんですけど、ちょっとおもろいんでね、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。